はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日ですね、究極テクニカルバトル絶望と怨念の復讐記黒の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーはね、まあご覧の通りの、ケツバリを使った、ソニックブーストですねで、攻略していこうと思います。結構ね長くなってしまうんですけども、ご了承ください、ステータスはご覧のとおりです。でですね、リーダーですね、ケツバリ移動距離 &ATK アップですね、ヤカタバリアですね、そしてソニックブーストと、必ず仕留めてくれを入れています。そして、シエチですね、勇気、壁コン、仲間連携 ATK リスクですね、いいんですね、入れてます。そしてジョウスケですね、先導30分、刃物銃を入れてます。そして視界にはナイフリオを入れてますが、多分使わないんじゃないかなと思うんですが、体力とナイトラ焼けを入れています。そしてフレンドにはムダビオを迎えています。では参ります。火力自体はねそこまで、気にしなくてもいい感じになっていきましたので、なんとかなればなと思います。さあ、ちょっといやらしい感じのなってきましたね。これは嫌だな。さあ、そしてですね、コンボカウンター、コンボカウンター、死亡時コンボカウンター、コンボカウンター、コンボカウンターなので、かなり食らってしまうんで、死亡時の方にちょっと向かっていきましょう。そして波紋の銃がここで生きてくる。あー、ちょっとした行き過ぎた。もう波紋の銃いいですね、波紋の銃いいですね。さあ、そして鉄板でちょっと走らせてみましょう。ただエリアスキルがねあるおかげで結構移動距離が少なくなってましたね。まあでもね、こうやって吹き飛ばせるんでかなりありがたいんではあるんですが、はい、これで倒したのでちょっと持ってきましょう。止まらない止まらない止まらない。どうしたんだ、止まらなかったですね。まあ産物も乗ってきたので、まあよしとしますか。さあ、これでまた CS を使っていきましょう。ちょっと回復瓶を取っていくような形で、どれだけね走るかちょっと見てみたいなと思います。悩みですね。ちょっと嫌気がさすぐらい長い、まあしょうがないですね。本当に長い長いですね。どれか一つ、なくてもいいかな。館の方がアビーチがなくてもいいかもしれないですね。30分はどうしても必要なんで、ソニックですね。いや、ちょっと失敗した、長すぎた。はい、1ラウンドクリアですね。続いて2ラウンドですね。
さあそれではしげちの CS へ貼って映像取られるのがちょっとねっていう感じなんですけども、しげちをちょっと避けておきましょうと思ったら避けられなかった。ちょっとここは無駄でしげちを相手のねしげちを倒しておいて、置きたかったんですが今置きた。どうしようかな、これはしげちが死んじゃうから回復しておきましょう。ゲージも回復しておきたいんですが16点。思ったようにはならなかったです、失礼しました。まあここはグダグダでいっても倒せると思うので、産物が乗りまくりました。産物が乗ってくれたのでここはちょっと ソニックでねちょっと近づいていって、さあ今度は無駄でちょっと押し込んでみましょう。倒せましたね、はい、ぐだりましたがクリアです。2ラウンドクリア、そして最終ラウンドですね。さあこれですぐに倒しきれるのかですね。CS で、ですね、さあそして決敗で CS ですね、うん、阿部君と中間君のおかげで倍率がどんどん上がっていく、早いですね、倍率がものすごく高くなってます。いや、これは早い、早く倒してしまいました。早すぎましたね、ちょっとブアンダーアイスでは途中で止まれないという特典がねありますけどね。どうなってる、どこに消すか、いいところにいました。ではエンドゥーリンに向かって CS を行っていきましょう。ケツバリのが効いてますね、ケツバリが効いてる効いてる、しげちが死んだ後でも、カウンター自体はね、当たってなかったですね、デスバリの方に。しかし CS ながらない、 CS ながらない、止められないのも考えものだ。死ぬことはないですね。さあもう今度はもう単純に押し込んでいきましょう。
じで倒せてきましたね。さあ、参りましょう。はい、無事にね、倒すことができました。かなりね、ぐだってしまいましたが、無事、倒して終了することができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラストバイ。